仮に1万ゴールドの素材を購入したら1万クリッピーがもらえる。口に来るところを書いてペンを離すと、大胆な文様としてこのように柄を入れることでキラキラとしたパーティクルを画面全体に散らすことができるのである。キャラクターの襟周りに合わせて今日もなんかクリスタのアセットでなんかいいものないかな。ねね、ゴールド素材購入でクリッピープレゼント。ふむふむ、なになに、クリップスタジオアセッツに公開された素材が10万件を突破しました。10万件も素材があるってことか。日頃の感謝を込めてゴールド素材を購入すると同じ数のクリッピーをプレゼント。100ゴールドの素材を買ったら100クリッピーがもらえる。で、仮に1万ゴールドの素材を購入したら1万クリッピーがもらえる。マジでやるか。クリップスタジオアセッツというところでは無料素材だけではなく優勝で販売している素材っていうのも多数あって、クリッピーっていういろんなイベントだったりとかゴールド会員になることでもらえるポイントで購入できる素材と、ゴールドっていう、まあ、実際に言うところの課金をして購入することができる素材っていうものがあってな、そのゴールド素材を購入すると買った分と同じだけのクリッピーがもらえると。つまり課金で素材を買えばその後でまた同じ額の優勝の素材を買うことができるということで、これはもうクリップスタジオを使っておる者にとっては得しかないのではないのである。とは言ってもな、ゴールド素材というのは実際にお金を課金して買うとなると、まあこれまで無料で集められたポイントで買えるものではないというところで、実際にお金を払うとなるとなかなか何を買えばよいのかわからんというポンポコリンも多いのではないのかな。というわけで今回は漫画素材、イラスト素材、そして 3D の素材、それぞれの中から魔王おすすめのゴールドで購入することができる素材を紹介していこうと思うのである。魔王が紹介する素材を買えばお絵描きの表現にプラスになるので、参考にしていただけると嬉しいのであるぞ。そしてこのチャンネルでは素材の使い方などの動画も多数投稿しておるので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。なのであるぞ。ではまずゴールドで購入することができる漫画用素材のおすすめの1つ目、ブラシ集中線ツール1を紹介しようと思うのである。これはブラシツールではあるのだが、こうやって何種類ものもう集中線ツールというのが用意されていて、こんな感じでぐるーっと集中線の縁に来るところを書いてペンを離すと、あっという間に集中線を書いてくれるという超便利ツールなのである。で、しかもこれただ書いたらおしまいではなく、オブジェクトツールを使うことでこんな感じで書いた後に調整や中心点の移動もすることができるので、いろんな形の集中線を簡単に作ることができるのである。あと、こんな感じで端が集中線の長さが足りずに途切れているなどの場合も問題がないのである。集中線のツールプロパティの長さという項目をこうやって長くしたり短くしたりすることで調整することができるので、簡単に長さが足りていないや太さ、まとまり具合なども様々に調整することができるのであるぞ。またよく漫画で見るようなベタフラッシュを使った吹き出しもこのようにあっという間に作ることができるのである。これはデフォルトであるような集中線ツールよりも非常に軽量で処理も簡単、そして様々な修正を加えやすいという意味でもとてもおすすめできるブラシなので、漫画制作をしているものであればダウンロードして損のないブラシであるぞ。二つ目に紹介をするのはアリーエン凄みのあるハッチペンである。こちらも漫画用として紹介はするが、イラスト用に使うこともできるのであるぞ。この凄みハッチには筆と均一の幅で描く2種類が用意されている。筆圧によってブラシの太さを変える筆ツールと、均一の幅で筆圧で濃さを変えることができるという2種類が用意されている。なのでこれを使うことでこう簡単に漫画の複雑な掛け編みのようなものを描けるようになるので、本当に適当に描くだけでこうちょっとおどろおどろしかったり、こう迫力のある雰囲気を描くことができるので、背景効果であったり、あとはキャラクターの掛け編みなんかとして服とか髪の毛なんかに使っても
良い効果が得られると思うのであるぞ。こうやって背景に使うのもよし、カラーイラスト用にキャラクターの掛け編み表現などに使っても十二分に効力を発揮するブラシだと言えるであろう。本当に漫画にちょっと情報量を足したいとか、イラストに掛け編みのタッチを簡単に足したいというものは、このブラシをダウンロードしてみると良いであろう。では次に紹介するのが和柄ブラシ聞くと小雲というブラシセットである。こちらはスタンダードで使いやすい和柄のブラシセットなのである。和物を描きたい時やお正月など和の雰囲気を使いたい時に、このブラシが一つあるだけでパッと画面を華やかにすることができるのであるぞ。様々なブラシが用意されているので、こんな感じで画面に軽く散らすだけで柔らかい和の雰囲気を出したり、そしてこう何種類かを重ねることで、本当何気ないイラストにパッと置くだけで和風の雰囲気にすることができるのであるぞ。また大胆な文様としてこのように柄を入れることで一気に和物の雰囲気を出すこともできるのである。そして結構大柄の文様もあるので、このようにこのブラシを使うだけで和の雰囲気をぐっと引き出すことができ、華やかで汎用性もあるので、ダウンロードしておけば様々な場面で使うことができるであろう。では次に紹介するのが奥行きダストブラシである。これも画面に華やかさや、その名の通り奥行き立体感を簡単に出すことができるブラシなのである。使い方は簡単で、使いたいレイヤーの合成モードを加算発光にした状態で、この奥行きダストブラシを軽く画面に撫でつけるだけで、キラキラとしたパーティクルを画面全体に散らすことができるのである。こうやって奥だけに散らすのも良いのだが、効果的な使い方としてキャラクターがいるレイヤーよりも前にまた加算発光レイヤーを作成して、今度は粒子サイズを大きめにして巻くことで、この通りあっという間に奥行きのあるきらめきが画面内に完成したのが分かったであろうか。本当に画面が物足りないなとか、もうちょっと何かエモくしたいなという時に、このブラシを使えばあっという間に魅力的な絵にすることができるであろう。では最後に紹介するのが 3D シャツの襟である。こちらはその名の通り 3D の襟を好きな角度で見ることができるという 3D モデルなのである。立体的で難しい 3D の襟周りを簡単に見ることができるという意味で、この襟部分を描くのが難しい、どんな構造だっただろうという時に、描きたい角度でそれを見ながらトレースをしたり資料にして描くことができるという非常に便利なツールなのである。そしてこれは襟の種類が男性用に3種類、そして女性用の襟が3種類入っているので、男女ともにシャツの構造などを理解するために、これを1つ買うだけで男性用女性用の 3D の襟を知ることができるのである。まあ、よく見るとわかるのだが、ボタンの開きが男性用は左前になっていて、女性用は右前が開いているのになっているので、こういうところ、こういう細かいところは本当に使いやすくなっていて、でこうやってボタンを2つ開いたものから、例えばこんな風にキャラクターを描いたら 3D のツールを使ってキャラクターの襟周りに合わせて、キャラクターの襟周りを描く際の作画資料にするという使い方ができるであろう。なんだか限定的だなと思うかもしれないが、服を描いている時に顔周りにある襟というのは本当に複雑な構造だったりもするので、このようなあると助かるという 3D 素材ダウンロードしておいて、いざ難しい角度の襟を描くとなった時に、案外結構資料がなかったりどう描けばいいのかと悩んでしまうものは多いと思うので、ぜひこちらもダウンロードして使ってみてほしいのであるぞ。というわけでいかがだったかの？今回はこのクリッピーがもらえるというキャンペーン中ということもあり、ゴールドで購入することができる素材というのを中心に紹介をさせていただいた。特に今回のキャンペーン中でゴールド素材を買えば
クリッピーになるということで、後々またお得な素材を買うチャンスを得ることもできるので、ゴールド素材を購入してみたいなと思っておるものの参考になったのであれば幸いであるぞ。ではでは、ナナである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。